司令官。 2B9S も一体何をしてるんだ。地上のユラハ部隊がウイルスによって乗っ取られたんです。僕たちは暴走したユラハ部隊をブラックボックス反応で。ウイルス？何を言ってるんだ。地上からはそんな報告上がってないぞ。あれは偽装です。現在バンカーの通信は封鎖されていて。そもそも命令もなく戦場からなぜ戻った。だからヨルハ部隊が暴走して。いや、汚染されているのはお前たちじゃないのか。違うんです。 2B9S、 貴様たちをウイルス汚染の疑いで拘束する。待ってください。正解。汚染。司令官、退避します。扉がバンカー内部までウイルスが入ってるのか。それもオペレーター。オペレーターさん。違う、ナイエス、あれは私たちは二つ連帯ネットワークだけで撮影し話しかけている。そんなことが。ずいぶん楽しませてもらったけど、もうほとんど基地が終わりに。お前たち二人は汚染されてないんだ。わかりません。いえ、おそらく僕がデータ同期を保留していたからです。以前バンカーのサーバーデータにノイズがあったので、それが気になって。そうか、アクセスユニットは汚染されています。格納庫に行って飛行ユニットを奪いましょう。せめて、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 せめて
司令官、格納庫から飛行ユニットで脱出します。司令官、早く。私は行けない。司令官。私もサーバーとデータ同期をしていたからな。でもそれならナインエスが。そんな時間はない。お前たち二人は最後のヨルハ部隊なんだ。生き残る義務がある。司令官。それに私はこの基地の司令官だ。せめて最後まで上官らしくいさせてくれ。トゥービー、もう基地が。死ね。行け、トゥービ
造鮮度 16% に上昇。 NFCS 回路に異常を検知。他のアンドロイドに汚染も広げないようにしないと。ボット、アンドロイドの反応が少ない地点を検索、報告。商業施設の廃屋付近が該当。警告、ウイルスを除去しなければ夜破機体 2B に深刻なダメージ。分かって21% に上昇。汚染の除去と再起動。報告、ウイルスは事故のアルゴリズムを高速で改変進化しており除去が困難。32% に上昇。視覚処理システムに異常を検知。月面人類会議。地上で分線しているの。今日は諸君。警告。ウイルス汚染度 57% に上昇。FFCF 回路異常を検知。
これは私の記憶。みんな未来をお願いするね。2B のブラックボックス信号を検索。 2B のブラックボックス信号を地図にマーク。警告、大型の信号を感知。地下の構造が不安定になっている模様。大規模地震の可能性を示唆。推奨、早急な離脱。離脱なんかするわけないだろう。2B 大丈夫。ああナイツ、そんな 2B そんな。ヨルハキハイ 2B のブラックボックス信号は途絶。死亡を確認。状況を共有する。ヨルハキハイ 9S は本日、破損部分の復元・修復が完了。再起動可能状態にある。ヨルハキハイ A2 も再起動予定。提案、ライトの点灯。確認。A2 および 9S 機体の安全の確保。問題ない。ならば残りの課題は一つ。我々はヨルハ支援システム A2 および 9S の機体が稼働するなら随行支援する義務が存在する。同意。 A2 および 9S の位置を表示。それじゃあ司令部は行って逃げろ。ここは私が。ダメ、ヨンゴ。識別番号 A2 の起動を確認。おはようございます、 A2。
なんだお前。私は随行支援ユニットポッド04にヨルハ機体 A2 の射撃支援を担当。そんなこと頼んでない。皇帝、 A2 からの依頼は受けていない。この行動は全随行対象機体の 2B からの最終命令として記録されている。必要ない。ヨルハ機体 A2 にその判断をする権限はない。勝手にしろ。一体何なんだあのでかいのは。不明。役に立たない箱だな。